え、なん、なに今の。バグ BGM だよね。完全にビビらせにかかってやがる。あ、頑張ってウエスカーが腕プルプルさせながらハンドルを回しております。って言ってるもん。あ、いるね。行くぜ。そこだ。よし。ああ、ここのゾンビ強いんだよね、ちゃっかり。だが今のウェスカーにはね、かないっこないですよ。ぬうん、よっしゃ。あ、こっちの人までやられてるね。あ、ここにね、あの足食いゾンビがいるからね、こいつも始末。うん、そんなとこにいるからね、ダメなんですよ。正々堂々ね、立ち上がって主人公たちに立ち向かうのがゾンビとしての務めじゃないのか。姑息にね、うつ伏せになって来た主人公のね、足を噛むなんて、そんな卑劣なことはやっちゃいけない。行くぞ。そこだ。グリーンハーブどうしようか。まあここに来ることはもうないと思うから、ちょっとうん、組み合わせて使いますか。あ、そっか、ウエスカーでも組み合わせれることできるんだったね。掟を破ってるんだよね、確か。組み合わせて使う。ファイン、ベリーファイン。では参ろう。ここは赤の薬品があるだけだったよね。でも赤の薬品は確か事前に取っといたから、ここに来る必要はまあなかったね。ハーブだけゲットして回復だけしておしまいかな。硫酸がね、必要だったんだよね。痛い。よいしょ。なんかさ、強ない？強ないっすか？あ、ちょっとさ、ちょっとまずいちゃう？まずいね。あれ、さっき回復したのにゃ。まあまあいいや。ちょ、痛いな。死んじゃうから、俺が死んじゃうから。これ一時撤退、戦略的撤退。ハンターにはめ技食ろうたらもうダメっしょ。いや、てか ふと思ったな、今の場所をどうやってナイフクリアするの。よし、オッケー。ちょっとあのレベッカを一旦あの別エリアに置いて一人で来るべきだったな、今の。完璧に選択ミスをした感じがあるね。ちょっとここに来たからセーブだけしていきましょうか。と、回復薬を拾っとこうかな。レベッカに救急スプレー。なんか書いてあったな。干からびた果物が散らばっている。特に気になるところない。
ではセーブをいたしましょう。よっしゃ。でここに置いとこう。それにしてもレベッカハンドガンの弾使わないね。思いのほか撃たないんだよね。あんまり炎上してるのかわからないけど。相変わらずヒルは倒せないから踏んでいきましょうか。このヒルってさ、撃つことできるかな？まあ、多分、できるとは思うんだけど。あ、普通に撃てるね。っていうことを試しました。多分あれじゃないかな？このゼロを、もう、リネット。あ、リネットでいいのかな？読み方。まあ、バイオハザードの、こうなんか公式ネット、ネットサイト、なんていうのかな、連動サイトみたいななんかあるんですよね。多分それとまた連動してるのかなとは思うんだけど、ゾンビがいるんだよね。オッケー、ぬーん、ふわ、よし、ぬーん、ふわっ、 OK、 よし。あ、ここレベッカを箱入り娘させるとこだったね。でその連動してるサイトがあるんですけれども、多分ゼロも連動しててなんかこういろいろできるんじゃないかなと思うんだけど、あれかな、この武器で倒した撃破数とか多分そういうのがあると思うから、あのヒルもなんかハンドガンで倒した数みたいなやつ多分出ると思うんだよね。確かね、ここレベッカ一人で行かせたパターンと、あ、まあでもな、動画的にそうだね、二人で行かせた方が様になるね。にしてもこいつどっから来たのかな、このタイランドは。あ、はい、レベッカ下がってなさい。あ、ちょっとレベッカ、そう強ない、よしよしよし、いいぞ、イエイ。ちょっとレベッカ離れてて。あー、ちょっと、あー、ちょっと待って、それはあかん、それはあかん、ちょっとレベッカを避難させたいんだ俺は。あ、ちょ、撃たないで、君は撃たないでくれ、弾がもったいないから。回復しようかな。こっち来て、こっち来て。で、レベッカだけちょっと避難させて、一人で戦いたい。さあ、装備させないで。いや、まあ、いいか。お前はこの私が。よし。もう終わった？あ、嘘。あとワンパンだったの？なんだ？
はい、お疲れ様、ウェスカ。ついてきて。にしてもウェスカ全然食らわないね。ここはあれか、なんか起動パネルかな。そう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 、基板を拾ってで箱入り娘させるんだよね。 OK。 初見さんいらっしゃいませ、ありがとうございます。のんびりしててください。何のゲームですか？これはバイオハザードですよ。バイオハザード0の、HD リマスター版っていうやつでして、でそれの、 あのクリア特典でもらえるその、まあ、ウェスカーというキャラクターがいるんですけれども、なんかすごい強いキャラクターで、まあそのキャラクターを使えるっていうやつです。ちょっとなんか説明下手いね。まああの無双ですね、バイオハザード無双です。はい、じゃあレベッカ、これどこに、どこって言えばいいのかな。腰入れじゃ、あちょっと、あうん、2回も見なくていいから。ね、出荷されたよ、出荷されてったね。バイオハザード大好き、 Wii のやつのだけ持ってます。お、本当ですか。バイオハザード好き、あ、ぜ、うん、バイオハザード好きなんですね。おお、すごい親近感が湧きますね。それはあの Wii 版ってあれですかね、 Wii で出てるのってバイオハザードのあのリメイク、ゲームキューブ版のリメイクのやつと、バイオハザード0もあったね。あと、バイオ4かな、まあ、それとアンブレラクロニクルズとかダークサイドクロニクルズもあったね。そんだけだったかな。すごいな。Wii 版のやつは、バイオ4は友達の家でやったくらいで、バイオ0とバイオハザードはやったことなかったですね、Wii 版は。あとダークサイドもやりたいな。初見です。初見さんいらっしゃいます。ありがとうございます。くぎみはしょうあ、くぎゅう。くぎゅう大好きな方ですね。あ、すぐ話が合いそうです。男のなんて名前やったかな。男は主人公のやつ。レ、あ、レだけ出てるんですね。レオンですね。多分。レオン S. ケネディかな。あの、そうだね。多分、バイオハザード4ですね、それ。バイオ2とバイオ4の、まあ、ナンバリング的にはその2つが主人公かな。レオンですね。あ、ちょっと待てよ。ここからレベッカ1人か。鍵を開けてやれば、ウェスカは来れるから。あの虫がいるんだよね。あの虫を避けつつ行こうかね。レオン、レオンイケメンですよね。レオン大好きなんだよね。